武田孔明は、日本の政治家、実業家、元衆議院議員、東京都東村山市生まれ、明らか学園小学校、駒場東方中学校、高等学校卒業。埼玉大学に進学し、在学中の1977年4月に、有限会社武田主犯を設立した。1980年3月、埼玉大学経済学部卒業。 1984年、武田ビルを新たに設立し、同社代表取締役に就任。1986年、有限会社武田屋に入社し、同社専務取締役に就任した。1997年、社会福祉法人力副会評議員に就任し、2001年には同法人理事に着任。2005年には武田屋代表取締役の座に就いた。 民主党の候補者候補に応募し、合格。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、比例東京ブロック単独23位で出馬し、初当選した。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙に民主党公認で東京25区から出馬。自由民主党前職の井上真嗣に7万票以上の大差をつけられ敗北。 超複立候補していた比例東京ブロックでも復活できず落選した。2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙では東京20区に国外して出馬したが自民前職の木原政治に約5万千票の差で破れ比例復活もならず再度落選した。2016年3月東京医科歯科大学大学院医師学 総合研究改良管理政策コース終始課程終了2017年10月の第48回衆議院議員総選挙でも東京20区からの出馬を予定していたが同選挙では所属する民進党が公認候補を擁立せず希望の党に公認申請を行う方針を決定しかし10月3日に発表された 希望の党の一時公認では別の新人候補者が同選挙区で公認された。武田は支持者に立憲民主党からの出馬を進められたのに対し、思いを裏切れないと述べ、選挙区での立候補を断念。最終的に希望の党の比例東京ブロック単独34位で出馬したが、落選。2020年9月、日本維新の会の次期衆院選候補者となる。 東京21区支部長に就任、ありがとうございます。